こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では殿堂入り大人のコスパ最強定番服ベスト7ということで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。今回の動画はですね、かなり重要な内容になっているので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思ってるんですが、大人の男性にはですね、定番服、これがマストだと思ってるんですね。その中でも、まあ、ある程度予算をかければ良い服が手に入るというのはですね、そんなに驚きはありませんが、一方で価格帯を抑えた、なるべくリーズナブルな価格帯の中で、これは間違いないだろうというものをですね、今回は厳選して7つですね、皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。僕の動画の中では定番的に出てくるようなアイテムから、意外とですね、これまで触れたことがないものまで様々なものが混ざっていますので、ぜひですね、30代、40代の大人の男性にはですね、今回の動画を参考にしながら、ベーシックで定番的なアイテムをですね、買い揃えていただければなと思っています。今日は結構長くなりそうなので、前振りはこのあたりにしまして、早速中身に入っていきたいなと思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に皆さんにですね、定番アイテムをご紹介したいなと思ってるんですが、一つ目はですね、グローバルワークの闇付きニットクルーネックというアイテムですね。こちらに画像を出していきたいなと思ってるんですが、まあですね、このニットの完成度は非常に高くて、僕もいろいろなものをですね、見てきましたが、これは大人の男性にはですね、かなり使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。結構ニットのジャンルは迷ったんですね。僕たちにとっての永遠の定番であるユニクロ、この中にもですね、素晴らしいニットたくさんあるんですが、そういったものと比べても結構ですね、グローバルワークの闇付きニットシリーズは質感がいいので、大人の男性にはですね、使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。このグローバルワークのですね、闇付きニットシリーズというのはですね、クルーネックのセーターと、あとはプルオーバータイプのパーカー2種類あるんですね。どちらもいいんですよ。まず肌触りがめちゃくちゃ良くて、ニットというとちょっとチクチクした印象を持っている方も少なくないかなと思うんですが、かなりですね、滑らかで肌触りがいいんですね。ですので、長時間着ていてストレスもないですし、ニット特有の上品さ、ここら辺もですね、楽しめるので、素材の質感なかなかいいかなと思っています。カラーバリエーションもかなり豊富で、明るい色で差し色的に使うのもいいかなと思いますし、あとは濃い色で引き締めるのもいいかなと思うので、様々なカラーバリエーションを楽しめるというところも楽しみ方の一つだと思いますし、個人的にはですね、結構プルオーバーの完成度が高いかなと思っていまして、というのも、こういうパーカータイプっていうのは、割とですね、カジュアルな素材感のものが多いんですね。まあそういったものも悪くはないんですね。エアクッションシリーズなんかもすごくいいんですが、これがニット素材になることで、より大人っぽく上品な見た目になるので、意外とですね、このプルオーバータイプのニットがですね、個人的にはかなりの傑作なんじゃないかなと思っています。まあこういったアプローチって様々なお店でやっていて、セレクトショップのオリジナルとかでもたまに展開があったりするんですが、そうなると価格帯がもうちょっと上がってくるので、この価格帯でニット素材のパーカーですとか、肌触りのいいですね、丸首のニットが手に入るというのは、個人的にはですね、コストパフォーマンス最強かなと思っています。このあたりは定番アイテムとなっていまして、割と手に入れやすいかなと思うので、多くの男性の方にもお勧めしやすいですね、最強のトップスかなと思っていますので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これはですね、ちょっと私物があったので持ってきたんですが、こちらですね、トップスの中でもシャツ、僕はシャツが大好きで、割とカジュアル着の中でも使うことが多いんですが、このプラス J のですね、スタンドカラーシャツはもう名作だったなと思っていまして、僕もですね、3シーズンあった中で、毎回買い揃えたのがこのスタンドカラーのシャツなんですね。どれもですね、シルエットとしては通常のユニクロにはないような少しゆったりめのものになってまして、僕はですね、サイズ S を選んでも、それでも着丈は長いですし、少しゆったりめのシルエットになってるんですが、デザイン自体はめちゃくちゃオーソドックスで使いやすいんですね。あとは色合いがすごく良くて、中でもこのオリーブですね、これが気に入っているのと、あと動画の中でよく着ているクレリックタイプのですね、ストライプのシャツとかもすごくいいんですが、このプラス J のシャツは本当に派手さはないんですけど、買って長く使えるという意味では、まさにコスパ最強で、なおかつ定番的なお洋服かなと思っています。まあ、程よくトレンド感があるんですけども、プラス J の良さっていうのは、やはりですね、オーソドックスに使いやすいというところなんですね。なので、1年、2年後にですね、いやー、なかなか名作だったなという形で、改めて良さを実感するかなと思うので、おそらく秋冬のですね、プラス J のシャツ、お店によってはまだギリギリ置いてあるかなと思うので、
このスタンドカラーの形のものは何着か持っておいてもいいかなと思うので、ぜひなくなる前にですね、チェックしていただければなと思っています。残念ながら今僕が持っているオリーブはですね、すでに店頭にはないんですが、メルカリで検索していただくと意外とですね、出品してあったりするので、これはですね、コストパフォーマンス最強のシャツの1枚かなと思うので、ぜひ皆さんもアーカイブとして1枚お持ちいただけるといいんじゃないかなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これはですね、正直今までですね、動画の中ではお伝えしてきてなかったアイテムなんですが、僕がですね、時計を皆さんにお勧めするときに、まず一番最初に出す名前といったら、今僕がしてるですね、Apple Watch ですね。これが間違いのない選択肢だなと思ってるんですが、まあ値段もですね、決して安くはないですし、こういったスマートウォッチというジャンルにあまり興味がないという方も少なくないかなと思うんですね。しかもこういったものって、やはりですね、ある程度寿命みたいなものがあるので、10年以上使うっていうのはなかなか現実的ではないかなと思うんですね。そういった点で使い勝手がいいですね、定番的な時計というのを一つ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、こちらのですね、ナバルウォッチというものですね。これがですね、ここ数年、様々なセレクトショップで取り扱いが増えたんですが、なかなか完成度が高くて、価格帯もかなり抑えめなんですね。こちらの写真にあるものは 25,300 円ということで、かなりお手頃ですよね。いわゆるミリタリーウォッチと呼ばれるものなんですが、デザイン的にはすごくオーソドックスで、様々な着こなしに映えるのが、このナバルウォッチというものなんですね。で、時計のサイズ感としてもそんなに大きすぎず小ぶりすぎずというところで、バランスがいいのと、着こなしにもですね、馴染みやすくて、カジュアルな着こなしにはもちろんありますが、ビジネスカジュアルの中でちょっと外し程度に入れてもらっても、そこまで違和感がないので、そういった点でもスタイルを選ばないような完成度が高い一本かなと思っています。で、このナバルウォッチって結構ベルトによって表情が全然変わるんですが、個人的にはこちらの写真のような黒のナトベルトですね。これがですね、個人的には一番好きなんですね。一方でもうちょっとですね、小綺麗に大人っぽく、さらにはビジネスカジュアルにも完全に対応したいという場合は、ステンレスのバンドもですね、あったりするので、そういったものを選んでもらうのもいいかなと思います。価格帯は抑えめで、デザインに関しては質実合健で、非常に使い勝手がいいと。なおかつ、ローアーケースという会社がですね、プロデュースに入っているので、非常に完成度が高い時計になっているので、ぜひ皆さんもですね、大人の定番時計の一つとして、ぜひですね、こちらのナバルウォッチもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、春ですとか秋に活躍するステンカラーコートですね。まあベーシックなコートで様々なシーンに使えるコートなんですが、この中で殿堂入りするようなコスパ最強のアイテムといったら、今季のユニクロ U のダークブラウンのステンカラーコート、これで間違いがないかなと思っています。ユニクロの定番のステンカラーコートも悪くはないんですが、素材の質感ですね。ここが圧倒的にユニクロ U のステンカラーコートいいんですよね。ダークブラウンという表記ですが、ちょっとこう春らしいベージュっぽくも見えますし、こういった色を春先に着るのもすごく明るさが出ていいかなと思いますし、あとは秋口なんかにも着ることもできるので、こういったベーシックで使いやすいステンカラーコート、なおかつ素材の質感、色味が綺麗だったりだとか、表面の光沢感が美しかったりだとか、こういったものが一着あれば、数年単位でですね、活躍するかなと思うので、ぜひ皆さん、これ、なくなる前にですね、チェックしていただければなと思っています。僕はですね、秋冬に購入したステンカラーコート、ユニクロ U のものがあってですね、今回は購入を見送っていたんですが、さすがにですね、やっぱりいいものはいいので、この後実際に店舗に行って買っていきたいと思います。これはですね、同じようなものを持ってるんですが、やはり色合いだとか質感に関してはかなり完成度が高いので、このアイテムはですね、大人の定番アイテムとして、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて5点目ですね。これはボトムスになるんですが、実は最後までですね、絞り込めなかったので、両方とも皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、1本はですね、もう定番となっているユニクロのですね、スマートアンクルパンツのブラック。これは間違いのない選択かなと思います。いわゆるですね、イージータイプのスラックスというもので、見た目はですね、綺麗なスラックスタイプなんですが、腰にですね、こういった紐がついていたりだとか、あとはですね、ゴムがついていたりするようなジャンルですね。ですので、カジュアルシーンでもすごく活躍するのがこのジャンルなんですね。まあ、ユニクロのスマートアンクルパンツか、もしくはグローバルワークのアーバンスラックスかというところで、この2択はね、結構永遠の課題かなと思います。
ちなみにですね、ユニクロのものはドローコードがついていますが、割とですね、ウエストはゴムが入っていないので、より綺麗めな仕上がりになってるかなと思います。一方で、グローバルワークのアーバンスラックスに関しては、後ろですね、腰ゴムになっているので、サイズ調整が効きやすいというところ、そこにですね、大きな違いがあるかなと思います。あとはシルエットですね。これもですね、微妙に変わっていまして、アーバンスラックスの方が細身で足が綺麗に見えます。ある意味で定番的なんですが、ベーシックの範疇なので、そこまで今っぽさが出るというアイテムではありません。一方で、ユニクロのスマートアンクルパンツに関しては、腰回りだとか腿回りは少しゆとりがあるので、少しですね、今っぽいテーパード型のパンツになってるかなと思っています。これはですね、本当に選ぶ人によって全然ですね、良さって変わってくるかなと思うんですね。大人の男性、30代後半から40代の男性で、なるべくベーシック志向な方は、アーバンスラックスがいいかなと思いますし、少しトレンド感を出したいですね、30代の方とかは、ユニクロのスマートアンクルパンツの方が使いやすいかなと思いますし、あとは体型にもよりますね。細身の方であれば、アーバンスラックスはまりやすいですが、ちょっとぽっちゃりめの方であれば、スマートアンクルパンツの方が、割とゆとりがあるので使い勝手がいいかなと思います。このジャンルの中では、この2本は本当にレベルが高くて、正直ですね、他のお店だと2倍以上の価格をしてしまうことが少なくないので、まあどちらかを持っておいていただくと、すごくバランスがいいのかなと思っています。まあボトムスにも様々な選択肢がありますが、ちょっと綺麗めな方向に寄せた方が大人の男性は似合いやすいというのがあるので、そういった意味ではクロスラックスはめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。例えばニットだとかパーカーと合わせるのもいいかなと思いますし、ベージュ系のステンカラーコートを着て、その下はですねブラックのスラックスで引き締めるのもいいかなと思うので、本当に今回ご紹介するアイテムとも相性がいいボトムスとして、このブラック系のスラックスの2大巨頭はですね、ぜひ皆さんにもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて6点目のアイテムはですね、靴のジャンルになります。まあいろんなものがですね、靴にもある中で、やはりですね、僕のチャンネルの中では、白系のレザースニーカー、これがですね、鉄板だということは、よくお話に出てくるかなと思うんですね。まあ先日もですね、オールスタークップというものをですね、ご紹介しましたが、あれはですね、最もベーシックで使い勝手がいいですね、新定番のスニーカーかなと思うんですが、コスパ最強の定番靴としたら、僕はですね、やはりグリーンレーベルのジャーマントレーナー、これが外せないなと思っています。いくつか素晴らしいポイントがあるんですが、まずは価格面ですね。8690円というところで、1万円を軽く切ってくるというところ、これはですね、レザースニーカーではなかなかないことかなと思っています。まあ、ジャーマントレーナーって、グリーンレーベルで見つける前も様々なお店で取り扱いがあったりして、大体僕の中での相場感って、16,000円から7,000円ぐらい、これぐらいでですね、買えるものが多かったりするんですが、一方でこのグリーンレベルのものは1万円を切るということで、デザイン的にはすごく使い勝手がいいですね。オーソドックスなジャーマントレーナーで、僕も他にもジャーマントレーナー持ってまして、メゾンマルジェラのジャーマンとかも持ってるんですが、デザイン的にはほとんど変わらないですね。遠目で見たら2つの違いはほとんどわからないと思うぐらい、まあ、デザインも完成度が高いかなと思っています。革の質感もチープな感じがするかというと、そんなことはなくて、このジャーマントレーナーというですね、ちょっとこうミリタリー要素のあるスニーカーの中では、このレザーの質感としてはですね、ちょうどバランスが取れてるのかなというふうに思っています。まあ、特にですね、白系のレザースニーカーってなんだかんだで汚れるんですね。ですのでこれ一足で5年10年というのはなかなか難しいアイテムかなと思うので、まあ、ある程度は消耗品と考えるとこれぐらいの価格帯で買い直しができるというところ、そこが定番品なおかつ価格が安い最大のメリットだと思うんですね。ですので気兼ねせずにガンガン履ける白レザースニーカーとして、このグリーンレベルの一足はもう殿堂入りでいいのかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、店頭で試着をしていただければなと思っています。はい、続いてラスト7点目はですね、バッグのジャンルですね。これも何にしようか結構迷ったんですよ。レザーのトートバッグというものが僕の動画の中ではよく扱うもので、大人の男性にとってはすごく使い勝手がいいんですね。ですが今回僕がですね、上げてみたいなと思ったのが、グリーンレベル別注のブリーフィングのトートバッグなんですね。これはですね、結構前から展開があって、僕もですね、いろんなところでご紹介してきたアイテムになるんですが、まあ、ブリーフィングというブランド自体が、武骨で堅牢で、なおかつですね、大人の男性が喜ぶようなスペックが満載に詰まったブランドなんですね。そしてデザイン的には割とオーソドックスで、ビジネスカジュアルとしても使うこともできますし、もちろんカジュアル使いにも相性が良かったりするので、一つあればですね、様々なシーンで使い勝手がいいかなと思っています。まあ、レザーのトートバッグもそういった意味では同じような立ち位置なんですが、
やはりですね、ちょっと綺麗めな印象が強いんですね。一方でこちらのブリーフィングのバッグに関しては、オンオフ両方使えるんですけども、やはりカジュアル寄りというところで、普段使いしやすいというところが最大の特徴かなと思っています。で、サイズ感がちょうどいいんですよね。あまり大きすぎずにコンパクトに持てるということ。このあたりも重要で、結構ですね、トートバッグってサイズが大きいものが多くて、それだとちょっと普段使いにはオーバースペックかなと感じることが少なくないんですね。ですがこのバッグに関してはグリーンレベルの別注ということで、サイズ感だとか日常においての使いやすさというところがかなりですね、作り込まれているので、まあ、ブリーフィング自体大好きでお店にもよく行くんですが、個人的にはですね、このグリーンレベル別注のこのトートバッグがサイズ感だとか使い勝手を含めてバランスが一番いいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、一応カラーバリエーションは豊富なんですが、僕はもう圧倒的にブラックがいいかなと思います。こういったバッグっていうのは一度買えばそこまでトレンドに大きく左右されるものではないので、数年単位で使えると思うんですね。それを考えると、なるべくオーソドックスなブラックが間違いのない選択肢だと思いますし、オンオフ両方で使うことを考えると、やはりですね、このデザインで色をですね、ちょっと遊んでしまうと、カジュアルはめちゃくちゃハマりがいいんですが、オンがちょっと使いづらいかなと思うので、ぜひブラックですね、定番的なトートバッグとして皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では殿堂入りしたようなコスパ最強の定番服ということで、皆さんにですね、7つご紹介させていただきました。よく知る定番的なアイテムですね。ユニクロですとかグローバルワークのものもあれば、ちょっとですね、今まで見たことがないようなナバルウォッチだとか、あとはグリーンレベル別注のブリーフィングのバッグだとか、こういったものまで出てきたわけなんですが、ぜひ皆さんもですね、普段のファッションの中にある程度ベーシックで定番的なアイテムさえあれば、コーディネート自体はすごく簡単になりますし、すごくですね、手軽になるかなと思うので、ぜひ気に入ったものがあったらチェックしていただければなと思っています。今回ご紹介した商品に関しては、こちらの動画の下の概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、そちらから見ていただいたりですとか、あとは実際の店舗に行って試着をしてみるのもいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説していきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。